風景文コーヒーセット、オールドのリタケとは、日本陶器合名会社が、明治期から戦前までに、欧米に輸出した陶磁器のことである。花瓶や置物などの装飾品と洋食器などのテーブルウェアが主体で、特に芸術的な絵付けや繊細な細工などで知られ、今でも収集家は多い。オールドのリタケという呼称は1990年代に、婦人雑誌やアンティーク誌などで使われるようになり、 日本製のきらびやかな洋風陶器に一般の人々も関心を集めるようになった。オールドのりだけの製品は主にアメリカ向けに輸出され国内で販売されることはなかったため日本では一般の目に触れることはほとんどなかった。輸入先のアメリカでは1970年代に専門誌が発行されるなど骨董愛好家の間でブームが高まった。 オールドのりたけの学問的定義は定まっていない。一般に知られるオールドのりたけは金森装飾をふんだんに使った陶器だが、それらの製品は1904年に日本陶器合名会社が創設される以前の貿易業者森村組時代のものが多い。日本陶器はアールヌーボー、ラスターやアールデコとその時々の流行を取り入れたためデザイン史的にそのすべてを オールドの利竹として総称するべきかは議論がある。ありがとうございます。